こんにちは、パートナーズの石田です。こんにちは、パートナーズの山田です。今回ニャイルドハートさん第2弾として来させていただきました。パートナーズのリスナーさんのご協力もいただいて、今回一部収益を何かの形でできないかなということで、ワンちゃんに向けてプレゼントをご用意させていただいたので、よろしくお願いします。では皆さん、今日も綺麗にゴミ屋敷パートナーズ。はい、それでは現地の方に来てます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします、はい、ちょうどいらっしゃいます。こんにちは。こんにちは。どうぞ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 。髪の毛の色を変えましたですね。そうなんです、イメージチェンジしました。今日はお時間ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。で、あれから寄付させていただいて、はい、どういう使い道でされたのかなって気になりまして、はい、寄付いただいて、はい、このお金をですね、はい、コンテナがあったので、はい、真ん中の方に、はいはいはい、あのコンテナを実はようやくですね、はい、移動させました。業者がいないと無理だったんで、まあ、そうですね、はい、その移動費に使わせていただいて、はい、移動させてもらって、こちらの方に、あのこちらからちょっと別の場所に、はい、別の場所に、はい、寄付していただいたお金も1円も無駄にせずですね、ありがとうございます、使わせていただいてます。これ声を大にして、はい、前動画配信させていただいて、変わったこととか、はい、里親さん決まるの難しいと思うんですけど、そうですね、何かお声かかったりとか、そんなのありました？一応まだ、はい、あの譲渡会っていう形が取れてないんですけど、はいはいはい、ようやくこの場所でですね、はい、あのやろうかなと思って、そうなんですね、はい、メインのドッグランが会場になります、はい、で、やってもらって、まあ、登録がですね少しだけ増えたと思うので、はい、できればあの登録とか、はい、私たちの、はい、チャンネルも見ていただければと思うので、そうですね、パートナーズさんが関わってくれて、はいはいはい、まして第1弾、第2弾と、はい、これはとてもありがたい話ですよ、はい、本当に、はい、まあ、リスナーさんのおかげでも、はい、本当ですよ ね、 ね、はい、ありがたいです。これもまた一つね、また周知にもつながりますので、はいはい、リスナーさんからここで協力されてる方って大体何人ぐらいいてるんですかっていうお声が結構コメント多くて、はい、携わってる人たちで行くと、はい、この場所だけで言わせてもらうと15人ぐらいなんですが、はい、がですよ、やっぱり皆さん仕事の合間、はい、週に1回の方もいれば月に2回の方もいる、はいはい、レギュラーは4人がいて、そしてそこにシフトいるので、平均1日5名です。本当はもっともっと、まあまあ、はい、正直人の手がたくさんあればあるほどいろんなことができるので、もちろんそうですよね、流してあげたり遊んであげたり、ボランティアの募集っていうのはいつもどうやって手掛けてはるんですか？あのホームページとかからお問い合わせいただいて、はい、そして面接って形を取らせてもらってます、はい、やはり命を扱うので、うん、ボランティアとはいえど少しは責任を、そうですね、命を預かる、そうです、そういったやっぱり覚悟を持ってきていただければ、まあ、長続きもしますけども、はい、ただここは本当に外仕事なんですよ。その猫のシェルターも行きましたよね、はい、そこはやっぱり冷暖房がしっかり完備された中でボランティアをするのと、はい、外で運動して散歩でもやっぱり体を使うわけだから、はい、どっちが大変かもないんですけど、はい、体力的な部分では相当ここは使います。体力に自信がある人とか元運動部とかね、僕はっていう方がおられればぜひニャイルドハートさんの方にご連絡いただければと思いますので、はい、お願いします。本日今日はそうなんです、あの今日ちょっとそうなんですよ、あの前回寄付させていただいて、まあ、リスナーさんが登録してもらったり閲覧してもらったり高評価もらったりして収益が多少増えたので、そのお金をぜひ、まあ、とも今回プレゼント買ってきたので、はい、ワンちゃんに向けてそれを配らせてもらったらなと思いまして、 ありがたいです、はい、あれクリスマスだっけ？まだ早いですね。ありがとうございます、はい、ではちょっとトラック入れて配りますんで、またその時撮影してもらえればと思います。じゃあ、OK！ あー、うわー、いっぱいだ、すごい、たくさん買ってきました。たくさんじゃないですか、おー、すごい。うわー、嬉しい。あの、本当にドッグフード高いんで、はい、いっぱいありがたい。ワンちゃん喜んでくれるかなと。すごい、いや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 、すごい。いや、どうしよう。はい。よかったです。喜んで。はい。ありがとうございます。いや、こんな量か、ほら。はい。どうしましょう。置きましょう。はい。どうしよう。
店屋さんびっくりしたでしょ。あ、びっくりしました。はい。何の方ですかって言われて、はい。あのゴミ屋敷パートナーです。どういうことですかって言われて。そうですよね。有言実行だね。これも結構リスナーさんのおかげで本当にこうやってご縁いただいて動くこともできたんで。もう本当に思いは伝わってます。いやな。汗かきましたね。でもなんか、あの1分ぐらいで終わりました、ね、あ、そうですね、1分ぐらいですごい早くて、すごいたくさんすごいこんなたくさん、本当にありがとうございます。これも本当にあのね、パートズさんの男気と、あとね、みんながね、登録して視聴してくれてるからなので、本当に皆さんにも感謝です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、本当に助かります。いや、よかった、もうそう言ってもらって、はい、本当に助かります。もう僕らもね、本当こういうことしか、まあ、逆に言ったらできないんですけど、本当に思いはあるっていうことだけは思っていただいたらなと思ってます。僕らも関東進出してちょっとバタバタしたりはしますけど、いやいや、時間ができたらぜひね、はい、させていただきたいと思います。ありがたいです。ありがとうございます、はい、じゃあぜひですね、はい、寄付いただいたお金を、はい、移動させてもらった、はい、コンテナと、はい、このそばに、はい、ミニドッグランも構築したので、はい、ぜひ新しい進歩として、はい、皆さんにも見てもらいたいなと思います。はい、どうぞご案内します。はい、はい、すごい、こっち初めてですね。ここがね、実はね、佐藤飼育崩壊の元の家なんですよ。元の飼い主はいなくて、はい、うちの寮として家ごと引き取って、住み込みもいまして、はい、その形でやってるんです。で、そこにですね、コンテナを持ってきたかったので、はい、来てください。これを動かしました、はい、いいでしょうか。はい、お願いします。これがトリミングスですね。あ、全然全然、あの急遽来ちゃったんで、はい、すみません。入っていいですか。あ、どうぞどうぞ。失礼します。あ、エアコンもついて、はい、そうです。ここでカットしたり、シャワー入ったり、はいはい、こちら何なんですか。あ、これドライヤーですね。ドライヤー、すごい。これもいただいたもので、前、だいぶ前に。こちらは何なんですか。これがね、シャワーがついてるんですよ、人間の。あ、ほんまや、へえ。これを安く買って、持ってきて、ただあっちに置いちゃったけど、はい、やっとこれは動かせたという。私は前頭のトリミングしてあげることがちょっと有名で、年内中にやりたいな。年内中にですね。年内中に、はい、だから多分そういうトリミングに特化した人たちが来てくれるようになればいいじゃないですか。まあ、そうですね。だからトリミング目指してる人とか、練習とかで使えるとかいっぱいできますよね。その場所があるので、これがだからあの時のあれがまたちゃんと生かされたというか、はい、はい、ご安心ください。今後なんかこうしていきたいとかはあるんですか。あ、譲渡会をやっぱり開催できるようにして、はい、で譲渡会がまあ定期的に開催ができれば、はい、今60頭いますけど、はい、ゆくゆくは半分はやっぱり幸せをつかめて、うん、そうですね、いける。まずは目標がそれくらい、それをやれて、で、あと、そうですね、ここがどんどん進化、まだまだ建物が古かったり、環境整備にちょっと力を入れていきたいなと思いますね、はい、最後、パートナーズのリスナーさんに向けてコメントとかいただけたらなって。あ、そうですね。いつもパートナーズご視聴いただきありがとうございます。今回第2回目になりますけど、はい、このご縁はね、皆さんからいただいたご縁だと思って、私たちもありがたく、本当に素直に感謝ももちろんお伝えしたいんですけど、こうやって実行に移す方なので、私も信頼できますし、で、私たちもやはり皆さんから信頼を得られるような活動を真摯にですね、まっすぐやっていくので、皆さんにはこれからも見守っていただきたいのと、パートナーズさんとちょっと、はい、何かやっていくんじゃないかなという未来が面白くなってきたというか、はい、なんか関わっていくってやっぱり人と動物とやっぱり命が関わってるので、はい、私たちも何かできればと思います、これを機会に。ということで、本当にあのご視聴いただいてますから、ぜひですね、あの何だっけ、グッドボタン、あ、グッドボタン、はい、高評価、グッドボタン高評価と、あとチャンネル登録と、はい、あのよろしくお願いします。あのできればニアルズハートの方もぜひそうですね、はい、またリンク貼っときますんで、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。はい、ございます。ではこれで動画の方の撮影を終わります。あれやりたいです。一緒にやりましょう。視聴者さんも一緒に。では行きます。はい。はい、今日も綺麗に。ゴミ屋敷パートナーズ。